衛兵の中に老人がいるはずだ。慎重に行動しないとな。言ってることは全て話した。待て、お前は誰だ？アードスがよこした。歩けるか？あ、どこが？ああ、神よ、奴らが戻ってくる前に急いで逃げよう。深呼吸だ。さあ、アードス、あの子は無事なのか？生きてるのか？誰にも手出しはさせないさ。ただ時々締め殺したくはなるけどな。アードスはどんなことでも試さずにはいられないんだ。ラビリントスに行きたい。あんたなら何か知ってるはずだと。アードスが知っているが、あそこは死そのものだ。どうしてラビリントスから抜け出したんだ？何かあったのか？私は中に入るなんてバカなことはしとらん。ニキオスは私に息子を託していった。私は外で祈っていた。そしたら聞こえたんだ。あれはミノタウロスに違いない。二人は戻ってきたが、ニキオスの姿は？彼は父親がラビリントスにいると。本当か？本当だ。出てこなかったんだ。だが出られた二人も本当の意味ではあそこから抜け出せておらん。彼はあんたが父親のことを話してくれないと言ってた。あの子が尊敬してやまない父親が、あの子の唯一の家族が死んでいるなんて言えると思うか？ニキオスのために私ができるのは、
あの子が呪われた場所に入らないように止めることだけなんだ。痛みつけられたわけは？生き残った者たちがミノタウロスから逃げたとき、円盤を置いていったんだ。ラビリントスへの鍵、それを私が持っていた。ならなぜアードスが疑われた？実際にあの子が持っているからだ。私から盗んでな。私は奴らにそれを教えてしまったんだ。私は拷問されたんだ、妖精。言わないように耐えていた。だが、あの子を失望させた。いや、もう何年もずっと失望させてきたんだ。あんたを拷問した奴らは強大な組織の人間だ。屈強な男を何人も屈服させてきた。まだアードスとの仲を正せるはずだ。あの子は賢いが、まだ面倒を見てやる人間が、家族が必要だ。そばにいてやれ。私には会いたくもないだろうよ。諦めるな。円盤のことだが、あの子はあれが何に使われるのか知らない。あれはラビリントスの扉を開ける鍵なんだ。あの子を守ってやってくれ。私といれば安全だ。老人を信用していいか、アードスに尋ねる。ここの人々はカジキを知ってるね。魚屋、カジキを探してるんだが。どうかしてるのか。カジキは見つからない。あっちがお前を見つける。俺の羽が切り落とされる前に行ってくれ。とある魚を探してると聞いたんだが。ああ、カジキをな。危ない橋を渡ってるぞ。奴は残酷だ。くしゃみした人の鼻を切り落とすほどにな。どこにいる？長い間誰も姿を見てない。だが地下の隠れ家からイラクリオンを支配してるという噂がある。バカげた話だ。知ってるのはそれだけだ。覚えておくよ。
これ以上口を開くな、クソったれ。命令されたんだ。カジキについて話した奴は全員殺すって。何やってんだ。何があった？夫が昨日アナフィ島の近くに漁に出かけて以来戻ってないのよ。恋しいだろう。ただ単に恋しがってるんじゃないわ。危険な目に遭ってないか心配なの。どんな危険だ？海賊よ。最近近くの海に出たって噂があって、危険すぎるって言ったんだけど、カジキに支払うドラクマが必要だったの。カジキとは何だ？奴のことは夫の方が詳しいわ。お願い助けて。彼が何でも話してくれるから。夫を助けてもいい、報酬があればな。お願い、支払いは何とかする。彼を連れ戻して。あんたの夫を探そう。何をすればいい？彼のお気に入りの釣り場はアナフィ島の西海岸。ここの北よ。生きてたら見つける。随分興奮してるようだな、ペロドクス。世界で最も古い場所に近づいているドラマンはミノア人の地だ。別もなく魅力的で謎めいた文明、時代を先取りした天才たちだ。行った方がいいわ。廃墟しか残っていない。この文明は遥か昔に失われてしまった。君の旅路は多くの謎に満ちていた。彼らはいつか私が見つけられないものを見つけるか。最初に何かあるぞ。敵が近い。戦闘用意。Yeah!
あいつだ。俺たちは待ってるぞ、船長。妻に頼まれて探してた。おお、ありがたい。海賊どもは満潮を待って攻撃するつもりだ。すぐにここを離れた方がいい。ヒラクリオンまで送ろう。ついていくよ。近くに恐竜物が。
あんたには借りができたな。どうお礼をすれば。夫を亡くした妻をこれ以上増やしたくない。手伝えてよかったよ。カジキへの支払いが遅れてるから、その優しさはありがたい。だがどうか受け取ってくれ。カジキのことを教えてくれ。カジキ、その名を聞くだけで。最後に見たのは何年も前だ。財宝を探して漁師の灯台周辺を潜ってた。それ以来見てない。だが彼の存在はイラクリオン中で感じられる。彼はいる、どこかに。灯台近くの水域を調べよう。あそこがどうもやしそう。